はい、どうも、富士230ケージです。今ちょっとゲームセンターの近くに着いたんですけど、今日はね、ヒーローズの BM11 弾のパラレル悟空ね、あれをちょっと狙って挑戦していきたいなと思ってます。ある噂によると2400分の1とか4800分の1とかいろいろ聞くんで、ちょっとね、今回資金が十分か分かんないんですけど、一応10万ほど用意してきました。で、まあ全部使いたくないけど、というか足りひんかもしれんな。けど、これ、まあ一応資金は、これをね、元手に頑張りたいと思います。で、マックスここで出なかったら諦めて後日っていう感じで、まあとりあえず行ってきますね。よし、じゃあ行ってきます。どうなるかな。やばい、これ早くしまうな。最高に怪しいやつやん。もう10万円限度で、行きます。まあなんか回してるとこもう単調になるんで、最後に結果発表しますね。当たったらそこまでしかやらないですけど。はい、ってことで回してきました。10万ってすぐなくなりますね。ほんまにすぐなくなるなって思いましたね。なんか今回私別に初日に行ったわけじゃなくて、ただただね、仕事が比較的早く終わった日に、まあ近場のゲームセンター行って、それで適当な台で始めるっていう感じで、本当に特に何か調べてやったわけじゃないんですけど、なんか例えばこういう風なね、残りの少ないような、誰かの、まあ、回した後、回し終わった後の台を引き継いで回していってるって感じで、割とね、その、まあ、配列情報なるものを見たりとかしてなくて、はい、ガチンコで、まあ、10万用意して当たるかっていうような、そんな感じで挑戦してます。で、途中、まあ、ちょっと疲れて、席離れて、他のとこ行ったりとかで、また戻ってきてやったりとかっていう、そんな感じのやり方してたんで、1個の台で回し続けたんじゃなくて、いろんな台で誰かの続きから適当に回したりとか。で、その他、私が回して空になった時は、随時補充してもらって、で、回していきました。はい。ってことで、まあ、とりあえず見ていきますね。ちょっとこれね、この2山、だいたいこれで2万円弱ぐらいなんですけど、この2山から出た、まあ、当たりのカードだけ、すでにもうね、ちょっとこちらにしまってしまったんで、何が当たったかっていうのを見ていきます。まあ、星4以上のカードっていうのをこちらにしまった感じです。この2つの山ですね。で、この2つの山、約2万円分回して出たカードが、こちらですね。ヒューの少年期。で、次がこちら、トランクス。かっこいいな。なんか当たりのキラキラの具合がちょっと普通と違いますよね。で、次がこちら。はい、ここでね、シークレットが出たんですよ。ゴジータゼノ。これシークレットですね。かっこいいな、やった。はい。そして次がこちら、ベジータゼノ。はい。こんな感じで、このまあ2万弱からはこの4枚が出ました。で、まあ、どんどん見ていきますか。めちゃめちゃあるからな、ほんまに。次から一応、まだ当たりを抜かずにこの中に入れてるんで、ちょっとめくって見ていきます。ちなみにね、これに関しては、まあ、適当に座っていただいて始めたんで、これだけでね、まあ、ラストが来てしまって、だいたいどれぐらいやろ、5、6千円分ぐらいでカードが尽きてしまって入れ替えてもらってます。で、その入れ替えてもらう前のカード、まずね、こっちの山はもうすでに当たりがなくて何も当たんなかったって感じです。で、もう一つのこちらの山から一つ当たりが出てるんですけど、もうすぐ来る、はい、ハーツですね。スーパーハーツ、はい、やった。これスーパーハーツ当たりました。まあちょっとこっちにのけていくかも。よし、じゃあ次見ていきます。次がこちらですね。これに関しては皿からやったんちゃうかな。多分ね、そのまんまパックの頭からできたんじゃないかなと思います、多分ね。で、これまず見ていきますね。すいません。まず、トランクスゼノ。で、ベジータ。もう、ザーッといきますね。めちゃくちゃ量があるんで。はい。これ一瞬シークレットとかに見えますよね。違うんですよね。ベジットゼノ。CP っていう。
こんな感じで。いやー、でもなかなか当たんないな。はい、これベジータ、これめっちゃかっこいいな。これ原作枠かな、天下一武道会でのベジータですよね。これかっこいい、これ当たった、嬉しかったですね。で、はい、じゃあまあどんどん見ていきますね。ウィスからこう続いて、仕事がたまたまね早く終わったから、ちょっとこの企画やってみようと思ってやりだしたら、もう後悔しかしなかったですね。もう全然当たんない感じので、今回バイバイ悟空パラレルバージョンだけじゃなくて、普通のね、なんでしょう、普通のバージョン、色付きのバージョンって言うと分かりやすいかな。はい、一つ上がりきましたね。こちらシュルサ、まあ、そんなにこのキャラクターはまあ分かんないですけど、なんかハーツが当たったり、このシュルサが当たったりっていうのでね、できたら原作のキャラクターのカードがいいんですけど、なかなかね欲しいカードは来てくれないのが、やっぱりそのカードの怖いところですよね。はいはいはい、そうなんですよね。ちょっと話途中で止まったんですけど、今回パラレル悟空の他に同じ絵柄の通常バージョンというか、まあパラレルじゃないバージョンの悟空も存在してるんで、そちらもカラーが結構しっかりしていてかっこいいなと思うので、狙っていきたいなっていう感じで回してましたね。でもう一つの17号の方の山、こんな感じで、これもうガンガン見ていってるけど、1枚1枚ね、100円入れながら出していくから結構時間かかるんですよねこれ。はいはいはい、いやー渋いな、この辺ほんまに当たりがこやへんっていう。そしてもうすぐ来るんちゃう、来た、はい、孫悟空、これいいな、無印時代っぽいな。これピッコロとの戦闘の時の絵なのかな、ちょっとパッと分かんないですけど。で下の方もざーっと見ていきます。ずっと回してるとね、横に座った人が話しかけてきてくれるんですよ。なんかいいの出ましたかって言って、でパラレル狙ってるんですけど全然来ないですねみたいな話をしてたら、まあなんか配列見てますかみたいなこと言うんですけど、いや見てませんって言ってこれ配列見ながら回すのがもう常識なんやろな、このゲームは。はい、これね、ゴジータゼのね2つ目なんですよね。これ嬉しいけど、ちょっとできたら他のシークレットが良かったなっていう、ちょっと惜しい感じがしましたね。だいたいここまでで 1,2,3,4 だいたいここまでで5万円分ぐらいですこれ結構爆死してるんじゃない、ベジータ、孫悟空、でゴジータゼノ、スーパーハーツ、ベジータゼノ、ゴジータゼノ、トランクス、青年期、そしてフューの少年期っていう。いや、これで5万ですからね。なかなか渋いな、本当に。よし、じゃあ後半も見ていきたいと思います。じゃあ次、こちらの山。こんな感じですね。これね、すごい CP なんですけど、かっこいいですよね。一瞬なんか、レアなカードかなと思って見たら、普通に CP で。めっちゃかっこいいな。コレクションとして集めるのには、全然ね、CP の輝き綺麗やから、いいですよね。でこんな感じでガンガン回していってます。この辺でもね、だいぶ時間、もうどれぐらいやろ、ほんまに数時間回してますからね、この時点で。そしてもうすぐ来るぞ。はい、ここで来たんですよ、アニバーサリーシークレットのね悟空。ただパラレルバージョンじゃなくて、この通常バージョンの方の悟空っていう。ただめっちゃかっこいいな、これがだいたい5万5千円、6万ぐらい使った時かな、で来てくれて、なんかパラレルやったらなーって思いつつも、まあでもまあよかったと思って、とりあえずね、ちょっと欲しいカードの一つゲットできたんで、まあよかったですね、これ。いや、よかったわ、ほんまに。これが出てくれてよかった、ほんまに。はい、そして残りのこの山の残り、もう一つぐらい確か当たりが出たと思うんですけど、もうすぐ来る。はい、スーパーハーツ、ハーツめっちゃ出るな、今回めっちゃ被ってんねんな。でこんなに一気に回してるから、そら被るよね。
はい、これでこの山終わりで、で隣の山とね、ちょっと他の YouTuber さんの動画とか見てると、さっきのねアニバーサリーシークレットの通常版の悟空当たって、で横のもう一つの山からあのパラレルの孫悟空が当たるっていう、なんかそういうかなり美味しい箱とかもあったみたいですね。はい、これ孫悟空ですね、これが当たりました。いやいや、ほんまに当たり箱はえげつないな。やっぱめちゃめちゃ得する時もあれば、なんか全然いいのが出ないっていう時もあるのが、まあカードゲームのおもろいところなんですけどね。もう一個ぐらい当たりあったな。はい、トランクス、これもねかぶりですね。なんか絵柄かっこいいから嬉しいけど、2個目はな、2個目出んやったら他のやつが出てほしいですよね。でここまでで、だいたい7万弱ぐらいですね。えげつないな、マジですぐ金なくなりますよね。7万弱が一瞬にして消えるっていう一瞬って言っても連呼してんの結構しんどいから、まあなかなかね時間かかってるんですけど、数時間で7万弱が消えるっていう、結構ほんまに大人の世界ですよね。で続いてこちら、まあまずこのキャベの方が見ていきますか。本当にね、まあなんかネットでは2400分の1とか言ってるじゃないですか。人によっては4800分の1とか、なんかそんなの出るわけないやんって正直心の中で思いながら、ただでもいつか出るかもっていう期待をね持ちながら回すのがなんか面白くて、中毒性ありますよね。はい、これあたりで悟空です。いや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 、かっこいいけどなこれも。うん、はい、ただちょっと被っちゃったんで他のが良かったなって感じですね。で続いてダーフラから続き始まって、もう一個ぐらい当たりがあった気がする。この中にも。どれやったかな？もうね、もうこの辺お金尽きる瞬間ですね。はい、こんな感じで、孫悟空ゼロね。これ確かこの時初めてやったんで嬉しかったですね。めちゃかっこいい。絵柄も。で、こちら、ベジータ。ベジータから始まる山。後半の方はもう当たんないって確信しながら回してますからね。回して虚しい連呼やったな。こんな感じです。ベジータから始まって、こうガーッといって。あ、そうだ。ちょっとまあ後半になってきたから、発表しとくんですけど、今回ね、まあ、約ね、これだけ回して、この山で最後なんですけど、これだけ回して、当たりがね、2つ、2回当たりました。お、はい、ベジータゼロ。ここから。こんな感じで。ほんまにね、なんかもう、僕が行った時ももう稼働してから数日経ってたというか、4日5日ぐらい経ってたんですけど、やっぱりね、パラレル悟空ワンチャン狙って回しに来てる社会人の人たちも多いですよね。夜になってもあんまり台がねそんなにガラガラになることはなくて。やべえ、今ねもう使いまくって、でこれでまあちょっと家帰ったら中身見るんですけど、結構使ってます。8万近く使ってるんじゃん。マジきついな、もう。はい、もうこれカード切れなんで、だいぶねもうどうせ出ないって思って見方が雑になってるよ。よし、ちょっと待ってめっちゃ雑に扱っちまった。あ、しちょうどカード切れで、マジか、やば。はい、ってことでちょっとすいません、うるさいんですけど、マジか、やば。ちょっと家でねしっかり配列とかも見ていきたいから、ちょっと綺麗にこれ扱うのやばい。いや、よかった。はい、ってことで実は当たってたんですよ。
あの映像からもね、僕の興奮が伝わってきたかと思います。あれめっちゃ嬉しかったな。なんかもうちょっと店内暑くてね、暑いなと思ってちょっとだるくなっていたなと思ってしんどかったんですけど、もう全部吹っ飛ぶみたいな感じの。これはほんま綺麗なカードやわ。かっこいいな。この2つゲットできたのはめっちゃ嬉しいですね。地引きできるのはほんま嬉しいな。はい。で、まあ今回、10万企画だったんですけど、合計8万1000円で当たったんで、そこでやめました。当たりカードが今見てもらってる通りです。で、今回のキャンペーンの当たりは、2回当たって、8万1000円ぐらい回して2回当たって、この2つがゲットできました。ということでね、まあ、なんやろ、ただただ自分がやりたいから回しに行ったっていう、そんな動画だったんですけど、一応ね、ツイッターの方で、今からこういう企画やりますって言ったら、結構ね、どうなりましたかって聞いてくれる人が多かったんで、ちゃんと動画にしてみました。ということで、以上、藤井の 130KG でした。ご視聴ありがとうございました。